レッスン始める前に始める前にウィマ太極拳の番外編が最後にあります。なんと合宿をすることになりました。お知らせもぜひ見てください。ウィマ太極拳のリエです。エミです。はい、今週もレッスンの時間がやってまいりました。このレッスンでね、私何回か言ってますけれども、あの背中のケア、あというか後ろ側ですね、後ろ側のケアってなんか改めてつくづく難しいなって思った瞬間がありまして、うん、はい、なんか動かさないですよね、うん、そうですね、そう意外と、うん、でほら良くも悪くもいろんなことが便利になってるから、うん、もう手先だけでいろんなことがね、うん、あのできちゃうっていうのはありますけど、最近あのね会場レッスンとかでもこう後ろをね意識して練習するみたいなのをね、うん、やってますけど、なんかまずそもそも多くの人が、うん、え背中使うってどういうこと、うん、みたいなところから、そうですね、そうまずピンときてなくって、うんうん、でさらにじゃあ使い方分かったところで使ってみようと思ったら、うんうん、普段あんまり使ってないためにそんな筋力もなくて、うん、こう思い通りに、ねうん、動かせないみたいなのに陥っちゃう、うん、私もそうだったんですけど、うんうん、それぐらいなんか意識が行き届きにくいし、ね、使ってないしっていうのがあるんだなと思いまして、うん、でやっぱ使わないとどんどん衰えていっちゃうんですよ ね、 うでねでこう見た目的なところでも、うんうん、ちょっと年齢を感じる後ろ姿になっちゃったりとか、うん、あと健康面でも ね、 そうですね、あるべきものがちゃんと活用されていないっていうことなので、うんうん、はい、やっぱりこれはねもせっかく持っている宝物でございますから、うん、そうですね、そう適度に動かしてっていうの大事だなと思って、うん、ちょっと3週にわたって後ろ側を意識した動きを取り入れてやってみようと思います、はい、はい、それでは今週の動きを早速見ていきたいと思うんですけれども、今日からね3回にわたって背中周りっていうことなんですけれども、今日はねあの分かりやすく言うと、はい、鶴を模した動きになります。なのでまず皆さんの頭の中に入れていただきたいのは鶴になりきってください。はい、でそれを前提に今日の動きを見るともう納得できると思うので、では早速今日の動きを見ていこうと思います。そしたらまずは前足ね、どっちからでもいいんですけれども、足を出して斜めにね立つ感じなんですけれども、そこから手は鶴の羽をイメージしてこう大きく開いていきます。で開いて前からそのままこうお腹でぐーっと吸収するような感じで、そこからまた大きく羽ばたくように羽を開いて、でそこからまた後ろに下がりながら羽を閉じていきます。でこれを繰り返していきます。でこの時なんですけれども、まず足元大事になります。足元を見ていきたいんですが、体重移動をしっかりしていきます。で前から後ろ、前から後ろという動きに合わせて手が今度はついてきます。で前に行くときに大きく羽ばたいて、で後ろに行くときはあの足だけじゃなくってこの体全身でこう吸収するような感じでちょっとちっちゃくなる感じで、ここからまた大きく羽ばたいていく、で、またちっちゃくなっていくっていう感じなんですけど、あとはやっていくので気をつけていきたいところは、こう緩急をイメージするといいかもしれないですね。ここは今緩んだところですね。ふーって緩んで、ここからまたピーンと大きくこうちょっと なんていうのか引っ張られるような感じ、このお互いを手と足とねこのクロスしているこの、あの矢印の方向からこのピンと張ってるところから今度はそれが緩んでちっちゃくなっていくっていうようなイメージでやっていきます。で指先までしっかり意識をした方がより
優雅に見えていくので、見えるので、指先意識しながら体重移動前後に合わせながら体重移動合わせながら動いていきます、うん、このね動きの繰り返しになっていくので、ね、ではこれを踏まえて皆さんと一緒にやっていこうと思います。はい、では先ほどの説明を踏まえてやっていくんですけれども、これね推奨時間は1日朝5分やるといいというふうに言われてるんですけれども、今日は皆さんと、左足前を1分右足前を1分で合計2分一緒にやっていこうと思います。ではまず姿勢とっていきます。まずは左足前ですね、はい、でここからまずはじゃあ1分からいきたいと、はい、はい、思います。はい、はい、じゃあここからいきましょうか。大きく開いて吸収して小さくなっていきます。でまた体重移動しながらピーンと、で思いっきり息切った方がいいですね。で緩めて吸収で、ここからまた後ろから羽を広げて後ろ前後ろ、結構じわっと汗かきますよね。うん、めぐりが良くなってる証拠だと思います。これねお腹もペコンってへこむぐらいこう吸収しちゃいます。でそこからまた大きく羽ばたいて、でここで息吐くとやりやすいかも。ふーって、うん、力を抜いてね。でそこからまた息吸いながら大きく、はい、そしたら足を変えていきます。今度は前足を出して同じように1分いきます。後ろから大きく前吸収して大きく緩めて、で全身ね連動しているのを感じられるとよりいいかなというふうに思います。手と足がバラバラにならないように、この前後に合わせて手も一緒についてくるこのタイミングですね、うん、全身使うことを意識するといいかもしれない。でもちろんね背中にもしっかり意識を向けて、で骨を大きく動かすことによって肩甲骨周りだったりとかその後ろの動きすごく感じやすい動きだと思うので、しっかりそこの感覚をねキャッチしながらやっていきましょう。はい、お疲れ様です。今週もレッスンやっていきましたけれども、はい、まずはね後ろ側血流を良くするっていうところからやっていったんですけれども、はい、いかがだったでしょうか。はい、今日の動きは結構こういうね気功もね実はあるんですよね、うんうん、鶴の動きでね、そうですね、あるんですけれどもね本当に見た目も優雅ですし、あと優雅にするためにはやはり一つ一つのねこうまあ、例えば背骨の、ね、感じとか、うん、どうやって、ね、動いてるかとかそういうのを確認して、ね、やっていただくとこう滑らかな動きに、ね、うん、なるんじゃないかなと思います、ね、そうですよね、やっぱりそう何でもそうですけどこう細かく見れたら見れた分だけ、うん、やっぱ動きにも雑さが、うん、雑味がね、そうですね、薄れていくというかね、うんうん、まあ、なんかそうなるようにこう段階を追って練習していくんですけどね、うん、なんかイメージをうまく使って、ね、一番いいのはもうシンプルに鶴になりきる。それが意外と ね、すんなり自分の中に落とし込めて、すんなりこう体現できたりとかしますよね。そう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 。なのでそういったイメージもねうまく使いながら、もうしっかりなりきって楽しんでやって、はい、優雅に。優雅に。そうそう。でもこれねいろんなところにそう、そう自然に出ると思うんですよね。そういう優雅な動きとか。うん、
います。では今日のレッスンはここまでになります。また次回お会いしましょう。さよなら。合宿やるよ。